こんにちは、中村元光です。いつもご視聴応援いただきありがとうございます。皆様にご報告です。中村元光史上最高の DVD ができました。企画からリリースまで1年半かけての渾身の教材です。こんな DVD があったらいいのにという声にお応えして、すべての方向から動きを確認でき、今まで以上に分かりやすく楽しめる動画にしました。リード、演舞もあり、充実の内容となっています。後ほど DVD 内容のダイジェストをご紹介いたしますので、最後までご覧ください。この DVD の題名は、太極拳革命です。3作品で、1つ目は看過24式太極拳。これから覚える方にはとても分かりやすく、そしてベテランさんにはさらに深く細かい部分の確認をしていただき、これまで以上にもっと太極拳が楽しくなるかと思います。2つ目は入門太極拳、初級太極拳。やはり初めての太極拳は分かりやすくスムーズに覚えたいですよね。初めての方、基礎を知りたい方はこの動画でしっかり学んでいただければと思います。また看過24式太極拳をこれからやってみたい方は、この入門太極拳、初級太極拳で基礎をしっかり学ぶことで、より看過24式太極拳が覚えやすく楽しむことができます。初心者の方には最初の DVD 教材としておすすめです。3つ目は32式太極剣。今まで32式太極剣の DVD を発売していましたが、今回の DVD はとても見やすく分かりやすいです。剣の角度、手首、そして細かい部分までしっかり確認して、剣を思いっきり楽しんでいただきたいです。剣は華やかで美しいだけではなく、剣を学ぶことで太極拳の動きの上達にも効果的です。太極拳をされている方は太極剣も合わせてやってみることをお勧めいたします。これから32式太極剣を始めたい方、なかなか覚えられない方、細かく確認したい方にお役に立てるかと思います。この教材であなたの太極拳が変わる、革命が起きる、太極拳を愛する皆様のお役に立てますように。それでは新作 DVD 太極拳革命のダイジェストをご覧ください。1、演武、正面、前向きで始まり、通常の速度で演武、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。2、演武、背面、背中向きで始まり、通常の速度で演武、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。3、手の動き、リード。すべての手の動き、上半身の動きをリード付きで見ることができます。4、全方向解説。全体の動きを8組に分けて、正面、左面を同時進行、背面、右面を同時進行で、定式のポイントを解説します。5、正面、リード。前向きで始まり、動きを追いかけながら、ゆっくりリードします。6、背面、リード。背中向きで始まり、動きを追いかけながら、ゆっくりリードします。7、左面、リード。左横向きで始まり、追いかけながら、ゆっくりリードします。8、右面、リード。右横向きで始まり、追いかけながら、ゆっくりリードします。9、常に正面、鏡面と、後ろ、リード。常に正面の鏡面と、常に背中からを同時進行で動きを追いかけながら、ゆっくりリードします。1、演武、正面、入門太極拳、
前向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。2、演舞、背面、入門太極拳、背中向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。3、手の動き、リード、入門太極拳、すべての手の動き、上半身の動きをリード付きで見ることができます。4、背面、鏡面、解説、入門太極拳、背面と鏡面を同時進行で一つずつの動きのポイントを解説します。5、正面、リード、入門太極拳、前向きで始まり、動きを追いかけながらゆっくりリードします。6、演舞、正面、初級太極拳、前向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。7、演舞、背面、初級太極拳、背中向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。8、手の動き、リード、初級太極拳、すべての手の動き、上半身の動きをリード付きで見ることができます。9、全方向、解説、初級太極拳、正面、左面を同時進行、背面、右面を同時進行で一つずつの動きのポイントを解説します。10、正面、リード、初級太極拳、前向きで始まり、動きを追いかけながらゆっくりリードします。11、背面、リード、初級太極拳、背中向きで始まり、動きを追いかけながらゆっくりリードします。12、左面、リード、初級太極拳を左横向きで始まり、追いかけながらゆっくりリードします。13、右面、リード、初級太極拳を右横向きで始まり、追いかけながらゆっくりリードします。14、常に後ろと正面、鏡面、リード、初級太極拳を常に背中からと常に正面の鏡面を同時進行で動きを追いかけながらゆっくりリードします。1、演舞、正面、前向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。2、演舞、背面、背中向きで始まり、通常の速度で演舞、全体の動き、位置、リズムを見ることができます。3、剣の動き、リード、すべての剣の動き、上半身の動きをリード付きで見ることができます。4、全方向、解説、全体の動きを4組に分けて常に前からと正面、左面を同時進行、背面、右面を同時進行で一つ一つの定式のポイントを解説します。5、正面、リード、前向きで始まり、動きを追いかけながらゆっくりリードします。6、背面、リード、背中向きで始まり、動きを追いかけながらゆっくりリードします。7、左面、リード、左横向きで始まり、追いかけながらゆっくりリードします。8、右面、リード、右横向きで始まり、追いかけながらゆっくりリードします。9、常に後ろ、リード、常に背中から動きを追いかけながらゆっくりリードします。